こんにちは、瀬名介です。今回はカラーの薄め方と筆の使い方を説明させていただきます。ではまず薄め方について説明していこうと思います。下出るカラーっていうのは水で薄めるんですけど、下出るカラーの薄め方に迷っている方多いんじゃないでしょうか。カラーと水の割合を覚えて使い分けることができるようになると塗るのがスムーズに進みますよ。では薄める割合について、カラー1に対してどういう状態のカラーになるかというのをこのパレットを使って見てもらおうと思います。ではまずこの第1ってなってるところからカラーの感じを見てもらおうと思います。使うのは青色のベースカラーです。じゃあこれぐらいのカラーに対して水を1入れます。このぐらいです。次は1対2を見てもらいます。このぐらいです。じゃあ次1対3を見てもらいます。こんな感じです。じゃあ筆でちょっと描いてみましょう。こんな感じです。まあ、見た目はそんなに大きな差はないんですけど、実際モデルに塗ってみるとだいぶ塗り心地とか色の塗り方が違います。ではまず1対1の割合のカラーから説明していこうと思います。1対1で薄めたカラーは少し濃いです。色がよくつくけど筆ムラが出やすくなります。しっかり色をのせたいときはこの割合でいいと思います。で次1対2、これは少し薄めです。色は程よくついて筆ムラが出にくい、表面をムラなくきれいに塗りたいときはこの割合で塗ってください。じゃあ1対3のとき、これはかなり薄いです。色はわずかにしかつけません。でもその分筆ムラはほとんど出ない、ムラなくつるっとすごくきれいに塗れます。色が少ししかつかないので根気と時間が必要になってきます。あとはカラーによって薄め方が違うことがあります。例えばレイヤーカラーの白、ピンク、黄色など色味の明るい色は水が多く必要なことがあります。私的にこの3色は要注意です。まあカラーの中には水が普通のカラーよりも水が多く必要なカラーがあるっていうことは覚えておいてください。水とカラー1対2や1対3の割合の話が出てきましたが、薄めたカラーの使い方っていうのをちょっと聞いてほしいと思います。カラーは水を足せば足すほどシャバシャバになります。こういったシャバシャバのカラー、直接塗っているモデルには塗らない方がいいんです。では実際このシャバシャバのカラーをモデルに塗るとどういう感じになるかちょっと見てください。これですね、このモデルに塗ります。このシャバシャバのカラー塗っちゃうとこんな感じになります。水の量が多いカラーはカラーが乾いた時に水とカラーの分離がすごく目立ってしまうんです。こんな感じです。これは分離を起こしている状態の乾いたカラーです。こういうとことかはっきりくっきり線が入って分離しちゃってますよね。この分離がこのミニチュアの上で起こってしまう、すごく汚い見た目になってしまうんですよ。だから分離を避けたいって思うんですけど、じゃあどうすればいいかっていうと、まあこの分離というものはまあ必ずなってしまうものなんですけど、できるだけ目立たないようにしたいって思ったらどうするかっていうと、ティッシュで軽く水気を落とします。
カラーを筆に含ませたら、こうやって軽く水気を落としてからモデルに塗ります。ここで覚えておいてほしいこと、まあ水はあくまでもカラーを伸ばし乾燥を防ぐためのものと思ってください。で、まあ水気を落とす時に注意してほしいことがあるんですけど、水気は落としすぎないでほしいです。今度水気全部取っちゃうとパサパサになってカラーが乾いちゃうんで、それは避けてほしいです。なのでまあ筆先がちょっと湿ってるぐらい、こんな感じです。で、ここで実はすごくいいカラーがあるのを紹介したいと思います。これです。これラーミアンメディウムって言います。透明の下出るカラーです。この透明の下出るカラー、どういう使い方をするかっていうと、水の代わりに使えます。この透明のカラーで、でこういったカラーを伸ばすんです。じゃあこのカラーどういう特徴があるかっていうと、ラーミアメディウムっていうものはカラーと混ざりやすい、水より乾きが早く塗り心地がいいです。でも気になる方は使ってみてください。では最後に筆の使い方を少し説明させていただきます。まず筆の動かし方なんですけど、動かし方はこうさっ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 て感じです。さっ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 て優しい、本当に軽い感じです。ガシ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 やっちゃわないでください。強く押し付けたりすると筆がすぐに傷んじゃうんで、できればやめてほしいです。筆のケアの話になるんですけど、この筆の根元にカラーがつかないように気をつけてほしいんですけど、この根元にカラーがつくとそこがカラーで固まってきちゃって、だんだん水気を吸わなくなってきます。じゃあ吸わなくなってきたからって、ここのカラー手で剥がしちゃうと、この毛が抜けちゃったり毛先がバラバラにバサバサになっちゃったりして、本当にすごく傷んでしまいます。すいません、ちょっと汚いですけど、こういうちょっと毛が短い筆は割とシャバシャバのカラーを使ったりするとすぐ根元まで水気を吸ってしまうので、まあそれはもう仕方ないので、こまめに筆を洗ってここが固まっちゃわないようにしましょう。では今回はカラーの薄め方と筆の使い方を説明させていただきました。参考になったでしょうか？少しでも参考になったら嬉しいです。じゃあね、またねー。